切り離しをするようにということで、安倍政権に野党が迫りました。結果、安倍政権も間違いを認めざるを得なくなって、そしてこの法案の切り離しに至ったというのが一つ目なんです。そしてそうこうしているうちに、次に出てきたのが森友の文書改ざんだったんです。働き方のデータがインチキだということが発覚して、その翌週にですね、今度は森友学園をめぐる決裁文書が改ざんをされていたということが発覚したわけです。結果ですね、安倍昭恵総理夫人や政治家の名前が入っているところがバサッと落とされてた。佐川前理財局長はずっと政治家の関与はない、値引きは適正だ、そして文書は捨てましたと言ってたけれども、どんどん出てくるしあろうことか改ざんをしてたということが2つ目発覚したわけです。そして3つ目に今度出てきたのが、前川前文部科学事務次官と覚えてあります？前川さん、加計学園の問題で黒を白と言えない、行政が歪められている、官邸の最高レベルが言っていることという発言をした、あの前川さん、この前川さんが愛知県で学校で講演をするというのに、文科省が教育現場に介入をするということがあったこと覚えてらっしゃいますか？これが3つ目だったんですよ。そしてですね、そうこうしてるうちにまた愛媛県の方から文書が見つかったという話が出てまいりまして、今度はまた加計学園の問題で首相案件という文言が入った文書、これ農水省から出てきたんです。そして首相案件と書かれた文書、柳瀬元総理補佐官と官邸で加計学園と、そして愛媛県今治市がもう3年ぐらい前に面談をしていたということが発覚したわけです。この柳瀬さんという元総理秘書官、愛媛県や今治市と会ったことがないと、記憶にございませんとずっと言い続けてきたんですが、証拠が出てきたわけですよね。そしてそうこうしているうちに、今度はその首相案件と書かれた文書が文科省からまた出てきたわけです。そして森友学園の問題、働かせ方のデータの問題、加計学園の問題、今まで蓋をしてきた問題の事実がどんどん出てきたというような事態になったんです。ところがですね、これは一つ一つきちんと議論していこうとやってたら、今度は財務事務次官のセクハラ発言の問題がまた出てきたんです。今財務省は国税庁長官と財務省の責任者の事務次官が、ツートップが空席という異常事態に今なってるんですよ。で、皆さんにぜひ私申し上げたいことは、私たち国会で審議をします。私も総理総理でやってましたけどね、答弁がね、佐川さんにしてもですよ、虚偽答弁、嘘の答弁をされて、そして資料を出せと言ったら改ざんをして
息を究明すると安倍総理が言ってますよね。海は誰やねんと、こういうのを海の親と言うんです。そしてですね、全てのね、加計学園も森友もこれですね、全ての疑惑の道は安倍総理に